高須までやってきましたよ。ここからね、飯田線に乗り換えたらいいみたいですよ。いや、前はなんか清宮まで一本できたような気がしましたけど、気のせいですかね。まあまあ、ね、値段も忘れてましたからね。まあそういうこともあるでしょう。まあ、それにしても広い駅ですよね、そういう橋。なんかいろいろ入ってるんですね。あ、久保屋さんとかも入ってんだ。豊橋鉄道はね、改札出て、乗り換えなんですけど、そちらに行く方面はね、そのまんまこっちから飯田線でね、行けるみたいですよ。42分トイレ行く時間もあるな。まだちょっと時間もあるみたいなんで、ちらっとね、豊橋駅の構内ね、やっぱ広いですよね。こんな感じで8番線までありますからね。でフードテラス中もあって、あ、中で食券でこう食べるところとかもあるんですね。すごいですね。でこの奥行くとまだまだありますかね、まあ、新幹線伸びた場がこの奥にあるっていうね。すごいですね。12番線とかまでありますもんね。すごいですね。じゃあATM 2つあります。すごいな。12分やからちょっと今から飯を食べるにはちょっと時間が足りないかな。で、あそこなんかも駅中ですね。豊橋名物もいろいろ売ってるし、知立の大和餅なんかも売ってますもんね。便利じゃないですか。いや、久しぶりに豊橋来たというか、駅は本当に学生時代来て以来ぐらいですからね。で、これを置いておくと飯田線と名鉄線がね、そうこっちっていうのがね、それもまた特徴的ですよね。そうで、豊橋鉄道はまた別でね、市内線が走っておったりするわけですけど、やっぱり豊橋駅の最大の特徴はこれですよね。そうで、1番線2番線がね飯田線なんですけど、まるで JR の一線のようにこっそり名鉄線っていうのが書いてありますよね。そう、何を書くと名古屋鉄道名鉄はこっから出るんですよね。岡谷でいいのかな。岡谷よ。あ、せっかくですけど名鉄線をここにこっそりと道内でニュースキッズ売り場とかあるよということですね。で、ちなみに名鉄で一宮まで行こうと思うと、こっからいくらかかるのか書いてあった。名鉄一宮まで1400円ですからね、片道でですもんね。おー、なるほどなるほど。いや、やっぱこれあれですね、使う価値が十分あるんじゃないかってことですね。うん、なんか回転数っていうかだいぶ近かった気がしますね。あの途中の停車駅はこんなにあるんですかね。でもまあ飯田線とね線路共有してるぐらいですから、多分こちら合ってるんでしょう。よし、さあってことでね、まあ、やっぱうっといったらね、これも図書館出しませんかね。ターミナルもありますね。そう、飯田線がね泊まりになってますからね。ここはですね、日車のやつですね。2005年新調されてるんですね。名鉄は名鉄でまたやりたいところですよね。そう、こんな感じでどんどん電車が来て、一番線は近くに入るんだ。ここで乗ってったらいいのかな。ご案内いたします。これの列車は14時42分発 JR 飯田線普通列車の岡谷駅です。通称でますと小高い牛久保を豊川までに停車いたします。交通 IC カードご利用のお客様にご案内です。トイカ、スイカ、マナカなど交通 IC カードのご利用は
飯田線では白川駅までとなります。三河町宮から先、新城、本田橋の方面、通過山中など交通機関シーカーの2点ご利用のお客様は現金でのお支払いが必要となります。車掌を通りました際、お早めにお声掛けください。ただいま車掌が巡回をしております。まだ切符をお持ちでない方、丸川駅から先 IC カードにご利用のお客様いらっしゃいましたら、車掌を通りました際、お早めにお声掛けください。